どうも、尾形千恵里担当プロデューヌのテクタンと申します。はい、デレステのアイドルちゃんに衣装を贈ろう企画、ハッピーバースデレラ、はい、こちらも第9弾になります。今回は6月中旬の誕生日のアイドルちゃんに衣装をプレゼントしていきたいと思います。今回も6人のアイドルちゃんに衣装をプレゼントしていきます。はい、ということで一人一人紹介していきましょう。はい、まず最初の一人目は6月11日が誕生日の尾形千恵里ということで、千恵里ちゃん16歳の誕生日おめでとうございます。はい、我が担当我らが担当千恵里ちゃんです。はい、ということで、千恵里ちゃんはね、こちらの周年イベントもね、千恵里ちゃんこちらの周年イベントも参加していたということでね、報酬にもなっていたということで、アクロスザスターライトのね衣装を堂々と着てもらうことにしました。はい、そして、カラーをね、ここのメインカラーをピンクにするかグリーンにするかっていうのをね、ちょっと悩んだんですよね。キュートなイメージのピンクでいくか、それとも、千恵里ちゃんといえばクローバー、イメージカラーは緑っていうことなんで、そっちでいくか迷ったんですけれども、ピンクにしちゃうとね、結構見たことあるよねっていう、千恵里ちゃんにピンクの服って割と見たことあるなって思って、このアクロス・ザ・スターライトでね、なんで緑の方にしてみました。どっちかっていうと工場イメージな感じになってるかなと思います。もうちょっと微妙に淡めが良かったんですけどね、これだとちょっと明るすぎるかなって思ったんで、こっちの濃い方の緑にしました。はい、そして、でもどこかでピンク入れたかったんで、今回はここの真ん中でピンクを入れてます。なのでここの縦ラインのところは白にしております。はい、そしてグローブとか後ろのここの、あとブーツとかのところで白だと結構ね、なんかはっきりしたような感じのね、この色の境目がはっきりしているようなね、そんな目立つ印象があるんで、どっちかっていうとほわんとした印象にしたかったんで、こっちの色にしてみました。はい、そしてこのままだとピンク成分がね少ないんで、かぼちゃパンツや頭のところでピンクをね入れるような感じにしてみました。はい、ということで全体はこのような感じになります。いや、なんていうかね、担当ひいき目線で何着ても可愛いと思ってしまうからあれなんやけど、うん、結構工場のね、千恵里ちゃんに近いようなクローバーイメージで作れたんじゃないかなと思います。いや、相変わらず可愛いはい、続きましては6月12日が誕生日の奥山沙織ということで、沙織19歳の誕生日おめでとうございます。はい、ということで、沙織なんですけれども、デレステ内のカードがちょっと少なめだったんで、なかなかちょっとイメージがつかみにくかったこともあって、ピュアリーツイン、このユニットのね衣装をイメージしたような感じの衣装を作ってみました。はい、ということで、こちらの、パーティータイムゴールド、パーティータイムゴールドじゃない、ショータイムイリュージョンで作っております。はい、お袖の部分は、オフホワイト、こっちのホワイトよりも、より白をねちょっと目指してこっちのカラーにしてみました。はい、そしてね、このメインの部分は、ピュアリーツインのね、衣装もメインの部分がピンクということなんで、センターピンクを置いております。これだけでなんかそれっぽさ出てるよね、この白とピンクっていう組み合わせだけで。はい、そしてここの内側なんですけれども、ピュアリーツインの衣装って青のリボンつけてるんですよね。なんでどっかでブルーを出したかったんで、ここをブルーにしています。はい、そして、靴下とかの色がピンクかって言ったら、それ話は別だと思うけど、いや可愛かったんでねここまで組み合わせていってピンクの靴下にしたらめちゃんこ可愛かったんで、ここはちょっとピンクの靴下にしてみました。いや、足元めっちゃ可愛いよねこれ。はい、そして、内側のスカートなんですけれども、そのピュアリーツインの衣装ってスカートの段になってる部分の1段目って言えばいいかな、それが、クリーム色っぽい
フリル入ってたりするんで、それをイメージしてこのカラーにしてみました。はい、全体はこのような感じです。いや、個人的にね、奥山沙織さんのこの 3D モデルが結構好きで髪型とかね、結構こういう髪型とか可愛くて好きで、うん。で、この衣装もね、結構パステルピンクが基調とできてて、いや、可愛いなぁと思います。いや、このね、ヘアゴムも可愛いよね。はい、こんな感じです。はい、続きまして、6月14日が誕生日の高垣楓ということで、楓さん25歳の誕生日おめでとうございます。はい、ということで、楓さんなんですけれども、まず、この衣装の中から一番合うなって思ったの、まずね、合わせてみました。形的にね、一番似合うのどれかなって思った結果、このショータイムイリュージョン、こちらの衣装だったんで、こちらで、作っていくことにしました。最初ね、色、SS レア、4周目 SS レアのフェニックス系、不調系のああいうカラーにしようかなと思って、オレンジとか入れてたんですけれども、まあ、結局合わせていった結果、限定のね、このエメラルドグリーンのイメージが、やっぱすごい似合うなってことで、このカラーを、まあ、貴重にね、作っていきました。ということで、メインがエメラルドグリーンです。この衣装のエメラルドグリーンってほんと綺麗なんで、結構多用したくなるよね。はい、そして、この内側の部分、ま、ずっとグリーングリーンばっかりしすぎると、ま、単純な緑のイメージになっちゃうんで、ちょっと大人っぽく落ち着く色も入れるっていうことで、ここはグレー、そして靴下は黒といった感じで、ま、引き締まりつつも、このエメラルドグリーンが綺麗に出るような感じにしてみました。はい。で、スカートなんですけれども、スカートもね、黒とかにしようか迷ったんですけれども、はね、案外こっちの方がすごい全体的に綺麗に見える感じになったんで、このカラーにしてみました。はい、ということで全体はこのような感じになっております。上の方はね、エメラルドグリーン多めで、ちょっと綺麗めなカラー多めとなっており、足元の部分はモノクロで引き締まった感じで大人っぽくなってる、そんな感じの、まあ、衣装に出来上がったかなという風に思います。はい、まあ、目のカラーとね、すごい合ってるような感じになってるんじゃないかなと思います。はい、続きましては6月15日が誕生日の藤原はじめということで、はじめちゃん16歳の誕生日おめでとうございます。はい、さあ、はじめちゃんなんですけれども、まあ、和のアイドルってどれにするかって迷うよね、衣装ね。なんで、はじめちゃんもとりあえずポンポンポンって合わせてみて、形的に一番似合うのを選んでみました。はい、このチェックの衣装がね、すごく可愛くなったかなと思います。で、カラーなんですけれども、カラーは、まあ、はじめちゃんのね、イメージカラーの紫、まあ、藤色を基調として作ってみました。はい、もうこの紫を置くだけでね、なんかこうすっきり落ち着いた、そんな感じのイメージになったかなと思います。はい、あとはまあ、バランスを見て配色した感じになっております。ここが白で真ん中が紫、このね、外ちょっと濃いめやけど内側パステルに入れることによってさ、この綺麗に見えるの、これすごくいいよね。そしてグローブ、このグローブがこの紫入れると結構濃くね、重たい感じになっちゃうんで、ここはどうしてもちょっと白にちょっとなっちゃうんで、ま、なので、代わりにこのワンポイントね、ここ目立つところではないんやけど、ここで紫を入れることで、全体で紫のイメージ入れれたかなと思います。はい、ということで、このような感じになります。いや、このね、かわいいアクロスザスターライトの衣装も、こうやって色を落ち着かせることによってね、大人っぽくなるの、すごくいいなと思います。はじめちゃんのね、ソロ曲にも合う感じになるんじゃないかなと思います。はい、続きましては6月16日が誕生日の久川なぎということで、なあちゃん14歳の誕生日おめでとうございます。はい、まず、まあ、なぎが誕生日ということはね、はあちゃんも誕生日ということなんですけれども、
この2人は、ちょっと対になるような感じで作っております。はい、まあ、贈り物サンデー、あれの衣装をイメージしつつで、2人の工場、なーちゃんがショートパンツで、はーちゃんがスカートタイプの、衣装だったんで、まあ、それの反対って言えばいいかな、うん、ちょっと反対な感じで、なーちゃんがスカートになるようにしていきました。はい、そして贈り物サンデーの衣装、クリーム色にワンポイントでそれぞれのね、イメージカラーが入ってるって感じなんで、全体はこの黄色にしてみました。もうちょっとクリームな色が良かったんですけれども、これが一番ね、黄色の中で淡い色なんで、こちらにしております。はい、そしてこの縦ラインでクリーム入れてます。本当はこんな色が良かったんですけど、で、センターの部分で、ピンク入れてます。全体をね、全体じゃない、あのスカートのね、この内側は絶対ピンクっていう風に決めてたんですけれども、それだとピンク要素がね、あまりにも少なすぎるんで、ここにもピンクを入れてます。はい、そしてね、グローブのとこはこれやとね、結構クリームが多すぎる、これでも可愛いんやけど、クリームクリームすぎるかなってことで、ここは白にしています。はい、全体はこのような感じになっています。はい、まあ、クリームメインにしたかって、でイメージカラーピンクっていうのも押し出したかったんですけれども、なんだかんだでファッションアイドル衣装っぽくなっちゃったところはあるんやけど、うん、でもまあそれでもね、うん、イメージカラー入れてたファッションっていう感じも出せたんで、そういう感じでね、可愛くできたかなと思います。はい、続きましては6月16日が誕生日の久川はやてということで、はーちゃん14歳の誕生日おめでとうございます。はい、はーちゃんは先ほどね、話した通り、まあ、なーちゃんと対になるような感じで作っております。はい、はーちゃんは、なーちゃんが工場で着ているショートパンツを履くという意味でパーティータイムゴールドにしております。はい、パーティータイムゴールドはね、結構、クリーム色がね、いい感じのクリーム色があるんで、まずここクリーム色にして、ここの腕の部分ですね、スカートの部分、まあスカートじゃないんやけどパンツ部分やね、そこをブルーにしたかったんで、ここグローブとか尻尾もちょっと合わせてブルーになっている感じになっております。はい、そしてここのお腹の部分、そして靴の部分、いや、このクリームもね、なかなかいい感じのクリーム色してるよね。うん、そしてここの、金属部分、ここもまあこの色とかあれやけど、これ濃いよね、濃いよね、全体的に淡く作ってるんで、この淡い、まあ、水色、結構グレーめなんやけど、これが合うかなと思ってこのカラーにしております。はい、そしてラスト、まあ、ちょこちょこワンポイントの色なんやけど、これも、まあ、黄色にしちゃうと、この黄色がね、結構目立つような、はっきりしたね、原色的な黄色なんで、ここ水色にすることによって、靴もワンポイントの水色、ここの太もももワンポイントっていう感じで、いい感じでワンポイントで、入るような形にね、なったかなと思います。白と迷ったりはしたんですけれども、白にしちゃうとね、王冠が黒になっちゃうんで、こっちの方がね、全体的に淡いイメージになるんで、水色にしてみました。はい、全体はこのような感じです。割とね、スカートスタイルが多かったはーちゃんなんですけれども、いや、パンツスタイルもね、やっぱり可愛いよね。はい、ということで、6人のアイドルの衣装を見ていきました。はい、今回のアイドルちゃんは、ほとんどのアイドルちゃんがボイス付きっていうのもあって、結構 SS レア出てる子も多かったりしたんで、割とイメージが、つかめやすく作りやすかったかなとは思います。はい、まあ、沙織ちゃんもね、そろそろ次ね、 SS レアが来る頃じゃないかなと思うんで、まあ、作りながらね、まあ、ちょっと楽しみにしております。はい、次回6月下旬のね、アイドルちゃんを紹介していきたいと思います。次回は5名となっております。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。